皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日は神のごとしということでお話をさせていただきます。今から6年前会社を始めて、会社というよりは仕事を始めて50年を迎えました。でも私はその当時は一つの通過点に過ぎないポイントだとそのようにだけ思っていたようなものですから、社員さんと一緒に食事をして、それで終わりにしようくらいに思っておりましたら、父出版の社長の藤尾社長様のお話を聞いて頭をガーンと殴られたような気持ちになりました。それは会社を作って10年っていうのは10何%、30年は数パーセント、50年となれば神のごとしだよと言われたのです。神のごとしと言われてはっと気づきました。天に帰った先祖、あるいはいろいろ助けてくださった皆様、そして地の神様は今現在いろいろと助けてくださっているお客様、多くの神様に助けられて50年を迎えることができたのだなと、本当にその時は感謝でいっぱいな気持ちになりました。それで形ばかりでしたがお祝いをし、いろいろなことをさせていただきました。その言葉がなければただの通過点として今も淡々と生活をしていたと思いますが、そのおかげで先祖のことを思い、お世話になった恩人を思い、そしてお客様を思う気持ちが生まれたのでございます。矢守さんの言葉を読ませていただきます。反省ある人生を送る。自分自身を高めようとするなら、日々の判断や行為が果たして人間として正しいものであるかどうか、おごり高ぶりがないかどうかを常に謙虚に厳しく反省し、自らを戒めていかなければなりません。本来の自分に立ち返って、そんな汚いことをするな、そんな卑怯な振る舞いはするなと反省を繰り返していると、間違いをしなくなるのです。忙しい日々を送っている私たちはつい自分を見失いがちですが、そうならないためにも意識して反省をする習慣をつけなければなりません。そうすることによって自分の欠点を直し、自らを高めることができるのです。坂村新民先生の一日一言から、開く、花開く、運開く、道開く、目開く、心開く、すべて開くことが大事だ。帯同は無門、閉ざしてはならぬ。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。